前に本フォーラム開催にあたってビデオメッセージをいただいております。皆様前方のスクリーンをご覧ください。皆さんこんにちは。衆議院議員の河野太郎です。名古屋青年会議所主催の会議ですけども、江戸の小話から入りたいと思います。ある人が夜街灯の下で知り合いがドブを必死にさらってるのを見ていた。知り合いだから、おいどうしたと言って聞いたら、いや財布をドブに落としちまって、それは大変だ、一緒に探そう、そう言って一緒にドブをさらい始めました。ところが1時間経っても財布が見つからない。そこでその人が最初にドブをさらってた人に、おいもう少し正確にどの辺だか分かんねえかと聞いたら、最初に道具をさらってた人が道の反対側を指して、あの辺で落とした、なんであっちで財布を落としたのにこっちで道具さらってんだと聞いたら、こっちは街灯があって明るいけど向こうは暗いから。財布は落としたところじゃなかったら拾えないんだと思いますが、結構そう思っていても違うことをやってしまう、そういうことがあるようです。今日本は残念ながら少子高齢化でマーケットがどんどんと小さくなっている。世界中日本の外を見るとマーケットがどんどん大きくなっているところがたくさんある。でもなぜかそこへ財布を拾いに行かないで、日本語ができるから、日本語が通じるから、ここをよく知ってるからというだけで、一生懸命街灯の下で財布はないのが分かっていても財布を拾おうとしている、そういうビジネスが多いんではないかと思ってます。最近よく AKB と BTS の違いについて話をさせてもらってます。 AKB は日本の中で成功しようと思って一生懸命努力をして成功しました。BTS は韓国のマーケットで成功してもマーケット規模が小さいから、そう思って最初から世界を相手に打って出て成功しました。両方とも一生懸命努力をして大成功しましたけども、 AKB の成功と BTS の成功には大きな差がついてしまいました。1億2000万人を相手に戦うのか、70億人を相手に戦うのか、その戦う場所を間違ってしまうと、同じだけ努力をしても成果は大きな違いが出てしまいます。私はぜひ様々な技術を持っている、様々な特色を持っている日本の中小企業に AKB ではなく BTS を目指してほしい、世界を相手に戦いを挑んでほしいと思っております。いや世界へ出ろと言ったって日本語しかできないから、いろんなやり方でそこはカバーすることができます。ぜひ街灯がついてて明るいところじゃなくて財布を落としたところへ行って財布を拾ってほしいと思っております。ぜひ中小企業の皆さんには世界市場で自分がどれだけやれるのか、世界の世界標準の中で自分の企業はどれぐらいに位置づけられるのか、ぜひ試していただきたい、その勇気を持っていただきたいと思います。そしてできれば世界へ出るためには英語のスキルだけは本当は持っていてほしいと思います。でも今から社長さんに英語を勉強して行ってくださいと言ったんでは手遅れになります。ぜひ名古屋の青年会議所の皆さんをはじめ名古屋の経済界の皆さん、次に続く名古屋のビジネスマン、世界に打って出ることができる名古屋人を作るために、名古屋の英語教育力を入れていただきたいと思います。文部科学省はオンライン教育に関する制約をほぼ全て取っ払いました。生徒学生の安全が担保されていたらオンラインで何をやっても大丈夫、そういうことになっています。
オンラインで様々な英語の教材を組み合わせて、名古屋の若い人たちが英語をマスターして世界に飛び立てる、そういう人材も一緒に育てていただきたいと思います。今日このセミナーに参加されている方々、あるいは名古屋の中小企業の多くの中から世界へ飛び立っていく、世界の中でユニコーンになっていく企業がたくさん出ることを願っております。ぜひ皆さん頑張ってください。どうぞよろしくお願いいたします。フルーツバンク弁財天、2019年に開業後瞬く間に全国に拡大し、現在では74店舗、今もなお拡大し続ける和菓子界の風雲児、大野純平様にご講演いただきます。皆様盛大な拍手でお出迎えください。皆さんこんにちは、大野純平です。はじめまして。だいぶ印象がもう変わっちゃってますけど、このロン毛時代と、違う雰囲気になってますけど、今年はこのスタイルでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。でも先ほどですね、和菓子業界の風雲児とこう言っていただいたんですけども、ずいぶん僕も出世したもんだなと思いましてね。実は独立する前に2社、会社をサラリーマンを経験しておりまして、1個目の会社が機械商社で、全然こう性に合わずですね、その会社の社長さんから社会不適合者だと言われまして、で泣く泣く転職することになるんですけども、2社目に入った広告会社ではコンプライアンス違反だって言われたんですよね。で僕は自分でやるしかなくなって、今こう社長というものをやってるんですけども、今まで実は一回も社長になりたいなって思ったことがなくてですね、もう仕方なく社長になったというのが、僕なんですけども、なんで見ての通り今でも、決して社会に適合してるとは言えないような見た目もしておりますし、まあ、場合によっては、和菓子業界からしてもですね、何なんだあいつはっていう目でひょっとしたら見られてるかもしれないですよね。でもですね、だからこそっていうのが逆に言えるのかなと思ってまして、というのも弁財天っていうのが、誕生したのがちょうど、2年半前ぐらいですね、令和元年10月なんですけども、僕和菓子何もやったことないんですよ。で一個も和菓子のこと知らないのに和菓子屋をやってしまうという、こういった暴挙に出たわけですけども、これが逆に良かった。だからもし僕がですね、和菓子業界出身の、その道十数年の職人だったら、弁財天っていうのはああいうふうにはならなかったんですよね。でこれはどういうことかっていうと、まあ詳しくはですね、僕の、個人のインスタグラムの方に弁財天の文学ということで、弁財天をどうやって作ったかっていうことだったりとか、経営理念であったりとか、まあ、人生観のようなものを記しておりますんで、そちらをご覧になっていただければなと思うんですけども、まあ、軽く、触りだけ話すとですね、当時僕は30歳を迎えて、手土産で自分が持っていきたいものがないなと思ってたんですね。でこういろいろデパ地下に行って見てみるわけですけども、こうパリッとして、まあ、こう凛としたといいますか、目上の方に持っていくとしてふさわしい手土産っていうのはなかなか見当たらなかった。でいつも洋菓子を持って行ってたんですけどもね、やっぱりちょっとこう可愛くなっちゃうかなと思いまして、でも和菓子っていうと自分が食べて美味しいと思えるものがなかなかないななんて思ったりしてて、どうしたもんかなと思ってた時に、名古屋の角王山吉芋さんという、老舗の芋菓子屋さんがあります。でそこに僕一ファンとして芋けんぴを買いに行ったんですよね。
そしたらですね、その時隣に物件が空いてまして、そこでピリッと来ました。アイデアが降りてきたっていうのはああいうことだと思うんですけど、老舗の芋菓子屋さんの隣で、老舗っぽい雰囲気で和菓子屋の4代目が新しいブランドを立ち上げた、こういうコンセプトの店を作ったら、まずは間違いなく芋けんぴを買いに来た人がですね、こうそのなんかこう系列と間違ってくるのかなみたいな、こうそういう横島な考えから入ってるんですけど、これが今後そうしまして、老舗の横戦略っていうのが出来上がったんですね。で、次は上前津の天むすの千寿さんの横です、2号店だ。最初は老舗の横に老舗っぽく出すってことをやってたんですよ。で、これはでも案外、今振り返っても的を射ていたんだと思うわけで、というのもですね、和菓子業界ってとても閉鎖的な業界で、新しくお店を出すっていうこと自体がなんかあんまりこう、縁遠いと言いますか、皆さんこう伝統や格式を守っていくっていうところに関しては長けてらっしゃるんですけども、新しいお店、こと新しい業態っていうものに関してはどうも奥手になられてる、そんな節があるのかなと思ってまして、なんで、自分は社会や、その他学級ですとかね、遡ればいろんなとこからはみ出して生きてきてしまいましたけども、でも和菓子業界の中にいなかったからこそ、先ほどおっしゃっていただいた風雲児というやつになることができたのかなと思ってまして、で、弁財天の大福って召し上がっていただいたことはあるかどうかですけども、薄皮薄あんの黄金比っていうことを標榜してましてね、フルーツがメインの大福で良いと。僕はあんまり実は甘いあんこが好きじゃないんですよ。で、あんまりこうもったりとしたお餅も好きじゃないもんですから、フルーツが主役で、あくまであんことお餅が脇役でいいんだと。でもこれが僕がもし和菓子業界にいたら、多分そうはいかないですよね。お餅の素晴らしさを広めたい、あんこの美味しさを届けたい、こうなっちゃってたと思うんですよ。だから案外僕がこう素人として業界に新しい風を吹かせることができたっていうのは、これは必然だったんですよね。なんで、ちょっと今回海外向けの話をっていうことで、ちょっと海外に、視点を移してみようと思いますけども、今現状和菓子、この日本が代表する菓子文化カルチャーですよね、世界で見た時にどうなってるかっていうと、そんなに盛り上がってないですよね。虎屋さんがパリに、実は1店舗あったりとか、源吉川さんがベトナムの高島屋に出店してたりとか、こんなことはちらちらとは、見受けられるんですけども、どこかの、和菓子チェーンが、世界を席巻してるっていうような話は聞いたことがございませんし、でもだからこそこれチャンスがあるかなとも思ってまして、でさっきの話に戻りますけども、普通の和菓子屋さんが世界に行こうってなった時、きっとお餅の素晴らしさを、あんこの美味しさを伝えに行くんだ、こう気合が入りすぎちゃうと思うんですよね。でもヨーロッパ、西洋の人たちってそもそも甘く煮たあんこ、甘く煮た豆、これがそんなに好きじゃないっていう、こういうことを聞いたことがあります。であれば僕はまずはね、側だけでもいいんじゃないかと、こうまずは体裁として和菓子屋さんっぽいっていうこの要素があれば、むしろヨーロッパに進出するときはあんこが抜きっていうオプションをつけてもいいんじゃないかと、こんなふうに思うわけですよね。でもこれはきっと和菓子職人で、僕が5年10年あんこを炊いてたらですね、そんなことは考えれないと思います。やっぱりあんこの素晴らしさを届けたい、こうなっちゃうと思うんですよね。でも自分の場合は何者でもなかったから、何にでもなれたっていうのが大きくて、なんで一番自分が欲しいと思うものを作ればよかったんですよね。でヨーロッパの方の気持ちになると、これあんこ抜きってのがあったら素晴らしいなとか、もしかしたらお餅も
薄ければ薄い方がいいなとか、まあ、最近フランスでは餅クリームなんていうのが結構流行ってたりするみたいですし、日本茶をワインのようにたしなむ文化があったりするみたいなので、だいぶこう土壌ができてきてるなという感じもあったりします。なんで僕はまあ利益だけのことを考えたら、近場の韓国ですとかね、台湾ですとか、そういったところを親日、その国々に進出するのがいいのかもしれないんですけど、やっぱり文化的に造形の深いフランスだったり、イタリア・ミラノだったり、アメリカの LA だったり、そういったところに勝負しに行きたいなと思ってまして、でじゃあどうして、和菓子屋じゃなくて自分素人門外漢なぜお前にできる、こう問われたらですね、僕はその土地土地にローカライズして、その人たちが欲しがるようなものを単純に作れるからだと思ってます。つまりフルーツはですね、世界中のみんなが食べてるんですよね。和菓子って食べてないですよね。で僕たちのお店に来てくれるいろんなお客さん、今ではおかげさまで全国75店舗、もうすぐ76店舗ですね、なります。でそんな中でみんながですね、そんなに和菓子を食べてたのかと、もともとこう振り返ってみると、いやー食べてないですよね。でもフルーツはみんな好きなんですよね、老若男女。だからこれはですね、今振り返ってみると案外こうアイデアが降りてきたとはいえ、僕が日頃から、B2C の、お店が好きで、いろんなところに食べ歩いたりして、そんな経験が生きてきてたんだなと、こうまあ自分のことを振り返って思ったりもするんですけども、やっぱり自分が欲しいものを作るっていうことなんですよね。だから弁財天ができた後にいろんなお店が追随するような形で、糸で切るということをやって増えていきましたよ、似たような類似店が。でもですね、こうその外側だけ真似してみても、やっぱり根底にあるコンセプトとか考え方っていうところまで真似できてなかったら、結局はメッキがそのうち剥がれちゃうだけですからね。また新しいことを探して、じゃあ次は何なんだと、こうなってしまいますよね。で僕もまあ各言う自分もですけども、カルチャーを作る、トレンドで終わりたくないんだ、こんなことは言っててもですね、やっぱりまあこうテレビや雑誌で、あるいは SNS で一気にブームになってっていうことで、広がっていったものですから、ピークアウトっていうのはし始めてるなっていう実感もあるんですよね。でそこでじゃあもう70店舗80店舗とその、数っていうのはもう満足してます。もう日本で、北海道から、先日沖縄で西島やりまして、実店舗は九州まで熊本ありますね。もう十分じゃないですか。もう日本国内はかなり、この2年間でいろいろと、出させていただいたなという思いです。ここから、70、80店舗、まあ、90、100行くかどうか、これは分かりません。でもですね、この90店舗、100店舗、一時期、膨れ上がったとして、そこから、じゃあダウントレンドになってお店が減ってった、減ってっちゃうかもしれないです。まあ、きっと減ってくるなと思うんですよね。でも、最後の1個さえやめなかったら、それ100年続けたら本当の老舗じゃないですか。からトラヤさんだって500年600年歴史があるって言っても、最初の1年が絶対あったはずですよね。でその最初の1年があった500年600年後、今、不動の地位を築き上げているトラヤさんですら、海外ということに関しては、なかなか手をこまねいている状態だと。じゃあこれ一番面白いじゃんと、こう僕思ってるんですよね。だからあんこを届けたい、お餅の素晴らしさをこう和菓子にこうなんて言うんでしょう、寄りすぎた格好で海外に行くんではなくて、あくまで、ファッションとしては和菓子なんですけども、コンテンツとしてはフルーツというか、そのバランスが大事で、ヨーロッパの人が食べても美味しい、こうやって言ってもらえるものを作りたいと思ってて、でそれが
海外に向けて自分が素人だからこそやれることかなっていうふうに、思ってたりします。そんなこんなで海外進出に向けたっていうところで、話をしてましてね。で実際に、ありがたいことにですね、今日の講演会もそうでしたけども、もともと何者でもなかった僕がですね、フルーツ大福で、ちょっと、ブームを作って、少し、皆さんに名前を知ってもらうようになったもんですからね、YouTube の回録チャンネルっていうのに呼んでもらって、ゲストで喋ったりとかっていうのをするんですよね。今日も実はヒルナンデスに出て、喋ってっていうのをやってたんですけどもね。で、そうなってきて何が良かったかなと思うと、こう動詞が集まってくるっていうんですか、同じ思いを持った仲間というんですかね、100% 一致してるかは分かりませんよ。でも少なくとも僕の考え方に共感してくれたり、自分に興味を持ってくれた人たちっていうのがインスタグラムで直接メッセージをくれたりして、でその中から、実際に弁財天で今働いている若手もいます。で彼は、フランスの、ドイツとフランスだったかなのハーフだったりして、で彼に先月、フランスに事前に乗り込んでもらいましてね。で実際に物件を探してたりするような段階なんですけども、そんなことで発信してるとですね、いろいろこう共鳴してくるものがあるななんて思いながら、で実際にフランスに、今年の、どっかでは出店まで持ってきたいなと思ってまして、あるいはハワイですとかね、こうスペインですとか、近場だと韓国ですとか、他にもいろいろと案件があるんですね。でこうやっぱりこう僕はのれん分けっていう広げ方で広げたんですけども、これはどうしてかっていうと、垂直統合型の組織を作るのが自分が苦手だっていうのが分かってたんで、自分一人で全国展開するのは難しいなというふうに最初から考えてました。それはお金の面もありますね。こうよくある失敗事例っていうのは、調子がいい時に借り入れをどんどん起こして設備投資ガンガンしてた結果、ダウントレンドになった時にキャッシュフローが回らなくなって、返せませんお手上げ、これがよくある失敗事例だと思ってたので、自分はやっぱり、借りたものは返さないといけないので、自分の身の丈に応じて成長していこうと、そういうふうに考えていて、なんで、出店はですね、割とそんなに急がず、直営としてはやってたつもりです。ただそんな折にコロナ禍が来ましてね、でコロナになると国が担保する形で金融機関がたくさんお金を貸して、で第二の柱を作りなさいとこう世論に言われ、でも今までですね、水道工事ばっかりやってきた社長が急に第二の柱を作れって言われても難しいですよね。不動産ばっかりやってきた人が急に第2、第3、ポートフォリオ、難しいと思います。そんな折にコロナ禍で調子良さそうなのどこだ？弁財天。社長さんたちの手土産で使ってもらうことも多かったもんですから、それでライセンスでやらせてほしいという話を何件かいただきまして、そこから僕は考えました。でもフランチャイズって言ってしまうと、どうもかっこ悪いなと。そしてこう大きくなるとダサくなるというか、広がると薄まるっていうのも分かってたんで、いかにインディーズ感を残したまんまメジャーになっていくかみたいなとこが僕のテーマで、でも自分で垂直統合でやるよりは水平分業でよっぽど良かったなと今も思ってて、ローカルのオーナーさんたちがですね、弁財天を好きだという思いで一生懸命やってくれてたりもします。中には、弁財天本当に素晴らしいお店だからって最初は言ってくれたけど、結局お金だったのかなって、寂しくなるようなこともあるんですけども、でも、そんないろいろ経験してなおのれん分け制度という形で、オーナーさんたちがですね200人ぐらい一気に応募してくれました。そこから1割ぐらいの人にお店をやってもらうことになり、その方たちが1店舗2店舗と増やしていって、直営が十数店舗に対してのれん分けのお店が60数店舗と、
ただこうなってくると僕はも う, こうただ一個いい店を作りたいだけだったのに管理業務ばっかりになってきたんですね。でこれ管理業務ばっかりでどうにもならないなと思ってたとこに、昨年、ファンドから話がありまして、で株の半分をですね、バイアウトして今に至るっていうことなんですけども、ちょっとこの辺の話は、M&A にまつわるお話ですね。もう1分前とカンペに出ておりますんで割愛しますけども、ご興味ある方はまた僕のインスタなんか読んでもらうと、結構あれも時間かけて書いてますんで、嬉しいなと思ってます。海外に向けてっていうことで、話があちこち行ってしまって、例によってまとまりのない話になってしまって申し訳なかったですけども、何か皆さんに響くものがあればいいなと思います。ご清聴ありがとうございました。それではクロージングに移らさせていただきます。公益社団法人名古屋青年会議所2022年度第72年度国際ビジネス推進委員会委員長浅木拓君、よろしくお願いします。本日は国際ビジネスを推進するフォーラムワールドトリガー、そして世界にご来場賜りまして誠にありがとうございます。本フォーラムを通して国際ビジネスの必要性、また魅力は感じていただけましたでしょうか。少子高齢化の影響により日本の人口は減少し、国内の市場は縮小されていくと予測されており、国際ビジネスの重要性は高まってきております。本日ご登壇いただきましたさまざまな経営者からのお言葉は、このような時代だからこそ非常に貴重なお時間だったと思います。皆様が国際ビジネスに対してイメージを変革し魅力を感じていただけましたら幸いです。名古屋の経済、ひいては日本の経済を牽引するのは本日ご参加いただいております皆様方だと私は確信しております。ぜひ国際ビジネスへ挑戦したいと思った方々は、先ほど QR コードにて表示させていただいておりました LINE、メールアドレスにて当委員会へご連絡ください。皆様が世界に羽ばたくワールドトリガーとなりますよう尽力させていただきます。本フォーラムが皆様にとって国際ビジネスに挑戦するきっかけとなり、皆様と共に作り上げる名古屋の輝かしい未来予想図への資料となりましたら幸いです。ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。本日はご来場賜りまして誠にありがとうございます。